ジョージ・リンゼイ・アメリカ合衆国の俳優、メイベリー110番及びメイベリー RFD のグーバー・アッパイルで、後にヒー・ホーにも同役で出演。アラバマ州ジェファーソン軍の人口が多い都市、フェアフィールドで生まれ、ジャスパーの小さな町で育った。百四十六年、ウォーカー高等学校卒業後、ミズーリ州ブーンビルのケンパー陸軍士官学校及び、 アラバマ州フローレンスのフローレンス州立大学に進学し体育及び生物学を学びアメリカンフットボールでクォーターバックを務め1952年理学士号を取得大学卒業後アメリカ空軍に入隊しプエルトリコのラミー空軍基地に所属1956年ニューヨークのアメリカンシアターウィングに入るまでアラバマ州 ヘーゼル・グリーンのヘーゼル・グリーン高等学校で1年間教鞭を振るった。アメリカンシアターウィングで演劇を学び、ブロードウェイシアターでワンダフルタウンとオールアメリカンに出演した後、1962年ロサンゼルスに転居。連続ドラマ、ライフルマン、ザリアル・マッコース、トワイライト・ゾーン、ダニエル・ブーン、地球の危機などに早くで、 ヒッチコック劇場の3エピソードに出演し、後に、メイベリー110番の、グーバー役で有名になる。1964年、メイベリー110番の頭は悪いが気が優しいグーバー、ビーズリー役を得る。後に共に、アラバマ出身の頭が悪い田舎の少年ゴーマー、パイルと、いとこ同士の設定で、グーバーパイルに改名。大げさな、 クーバーダンスなどの様子はおどけたケイリー・グラントの印象を与えた。同時期に ABC のウォルター・ブレナン主演ドラマザ・タイクーンにも早くで1964年ミスター・ロバーツの続編映画ミスター・パルバーに船員役で原子力潜水艦シービュー号のサブマリン・サンク・ヒアのエピソードヒッチコック劇場のベッド・オブ・ローゼズのエピソードで脅迫する。 タクシー運転手役で出演。メーベリー110番終了後、CBS はメーベリー RFD の放送を開始し、1971年に番組が打ち切られるまで、グーバーパイル役を演じた。事伝によると、メーベリー RFD の役は作られすぎており、メーベリー110番のようにはいかなかったとしている。1972年、ガンスモークのエピソード、ブリンとマンズ・バフで、 二人組の追いはぎのうちの一人チャーリーをライフルマンのザ・ダブのエピソードで脱獄者を演じた。ディズニーは彼の才能を評価し、スノーボールエクスプレスの準主役やオシャレキャット、ロビンフット、ビアンカの大冒険などいくつかのアニメ作品の声優として起用した。1967年、ガンスモークのマット・ドッグのエピソードでワトソン兄弟の一人を演じた。 1978年、マッシュ第6シーズン、テンポラリー・デューティーのエピソードに4077、舞台から8063舞台にホークアイ・ピアスと、交代したグニロイ・デュプリー役で、ゲスト出演。有能なグニーだが、私生活に問題がある役で、最後には、ホークアイの友人、PJ ・ハーニカットと、宿敵チャールズ・エマーソン・ウィンチェスター3世にはデュプリーに、 早く去ってほしいと思われる役であった。1972年から1992年、カントリーミュージックのバラエティ番組で番組販売のヒーホーでさらに田舎っぽい役を演じた。その後、ニューズリーディオのローズボールのエピソードに消費者を騙した民事事件の目撃者として亀尾出演。2009年のラリー・ザ・ケーブル外の番組出演が、 最後のゲスト出演となった。2012年5月6日、テネシー州ナッシュビルで病死、83歳であった。彼の故郷アラバマ州ジャスパーのオーク丘陵墓地に埋葬されている。アラバマ州モンゴメリーで行われた、ジョージリンズエスレブリティウィークエンドゴルフトーナメントで、アラバマスペシャルオリンピックのために17年間で100万ドルを、 アラバマ知的障害者協会のためにコマンドルを集め、ミネソタ州ミネアポリスのオリンピックにも参画した。北アラバマ大学で、ジョージリンゼ・アカデミックスカラシップを設立。1992年、同大学は彼に名誉博士号を与えた。1995年、アラバマ音楽の伝道で、州知事特別賞が授与された。州は、ジャスパーの道に、ジョージリンゼ・ハイウェイと名付けた。 1998年から毎年春に、北アラバマ大学で、ジョージ・リンゼ・ウナ映画祭が開かれている。1997年、ミニーパール特別功労賞を受賞。2007年、ナッシュビルのタレントディレクター協会から、アイコン賞の最初の受賞者となった。A.B. ララー、トラビス、ジョージ・リンジー、アンディー・グリフィス・エスグーバー・パイル、ダイズ・アット83。 ザサンニュース、アソシエーテッドプレス、h t t p w w, w m a r t l e v i s i o n l i n e c o m 2012-05-06-2813,670、ジョージ・リンジー・アンディ、クリフィス、html ハットエピソードエントリーイン、imdb、オルソー2012年4月30日ブロードキャストオン、アンコールサスペンス。ありがとうございます。